遅刻してきた学生に注意する元駅員の先生。誰ぞいに調べてください。小林、なんで遅れたんだよ。電車が遅れてた。大変申し訳ございませんでした。なんで俺は謝って。席座れ、ちゃんとノート取れよ。下向いてる学生に注意する元駅員の先生。はい、じゃあみんなノート取れたか。おい、皆さんご案内申し上げます。先生の方からはしっかりと見えております。下を向いている生徒の皆さん、携帯電話のご利用はお控えくださいますようお願いいたします。周りの生徒または授業の迷惑となりますのでお控えください。マナーモードまたは電源を切っていただくようお願いいたします。頼むぞみんな。はい、じゃあ続きいきます。